でもう聞いた以上はじゃあそれはまあ1個だけじゃなくて50社ぐらいから聞いてほぼそうだったんで、あでもそこに特化した方がいいということで、この4月からもう全部そこの部署に、他をまあ全部は捨てきれてないんですけど、徐々にそっちっていう集中をしているというのもあるので、まああとそれもそうですね、ライバルで言えば大手がみんな撤退しちゃったっていうのも、トラブルが多くて、逆にねそういうトラブルが多くて、大手はネットだけで本当は完結、わざわざそんな人たちにいちいち会いには行けないの、効率が悪いので、そうすると聞いたら多くの訴訟を抱えちゃったらしい。で病院もうちにはそんな訴訟しないですけど、はいはいはい、ああはい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 、機械損失みたいな、はい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 、取れるとこから取るってやつですね。そうですそうだよね。でなんかそんなことをやって上からダメって言われたんで閉めちゃったら、一気に撤退して、で気づいてみたらなんか地域戦略じゃないですけど、なんだかうち千葉に異常に強くなっちゃってて、で飲んでだろうとかって千葉を循環爆撃みたいなのした後だったんで、一気に定義になって、はい、そこから問い合わせが来てて、はい、で、私はあまり気づかないうちに、なんか社員が僕に言うと、結構手話が多かったりした、新規開発とか、なんでだろうと思って、お客さんとこ回ったら、いやー、これは定義カードを買って助かったよ、みたいな、こう、だから、地域戦略って偶然にそうできてたんで、で、今はあえてそこを行くようにしてるっていうか、どうせ行くんだったら、2軒回れる、3軒回れるように。そうだよ、地ならしてくれたら、そうですね、だから花言葉もあるんだなお客さん振ってますね、振ってきたなっていうのはちょっと、それはね、地域戦略とかいろいろ分かってなければ、あ、はい、花言葉とは思わない、取り損なっちゃう、はい、だからこれ、あの武田先生言ってるように情報を収集するには情報を収集する側の能力に限られていますよね。だから情報を収集する人以上の情報は集まらないですね、同じ情報があってもね。だからこれ戦略勉強したら違うっていうところですね。